韓国がクアッド参加に消極的のようです。皆様こんにちは、ナビゲーターのさくらです。安倍前首相が打ち出したインド太平洋構想クアッドという安全保障の協力関係がますます強化されています。海軍合同演習なども行われ、対中包囲網として機能する日は近いです。その包囲網にあと3国加わってほしいとアメリカが提案しました。その一角である韓国がなぜか参加に消極的です。隣国である私たちから見ればこれは通常運転、想定内の反応ですが、アメリカにはどう映っているのでしょうか。こちらではこのニュースの概要や注目点、また海外の反応などをご紹介いたします。それでは今日も最後まで私にお付き合いくださいね。9月25日付、韓国聯合ニュースによると、韓国のカン・ギョンファ外交部長官は25日、米アジアソサイエティ主催のテレビ会議で、米国がインド太平洋地域で中国を牽制するため推進する多国間安保協力隊、クアッドへの加盟について、他国の利益を排除することはいいアイデアではないと述べ、否定的な考えを示した。ただ、菅氏は我々はクアッドに招待されていないとして、特定の懸案をめぐる対話に関与する意思があるが、それが構造化された同盟であれば、我々の安保利益に役立つかを真剣に考えると述べた。米中両国と良好な関係を維持することが現実的かどうかに関しては、特定の国を選択するという考え方は役に立たないとし、安保は韓米同盟がアンカー、怒りであることを明白にしており、中国は我々の最も大きな貿易、経済パートナーのため企業人と市民に極めて重要だと述べたと報じています。日米豪印の4カ国の安全保障対話を意味するクアッド、クアッドについては以前動画を上げていますので、そちらを参考にしてください。ざっくり言えば、2007年の第一次安倍政権時代の安倍前首相が打ち出した中国包囲網です。しかしその当時はインドもオーストラリアも親中政権。2008年、当時のインドの新首相は中国に、インドは対中包囲網の一員ではないと宣言してしまいました。2007年からオーストラリアの首相であったケビン・ラッド氏は、中国の専門家で北京語を流暢に話せ、漢字名を持つほどの親中派です。ラッド氏は首相就任後すぐにクアッドからの脱退を宣言しました。安倍前首相ご自身も体調悪化のため退任されて、このクアッド構想はうやむやの状態になったのです。しかし2012年12月、安倍前首相が返り咲き、首相就任の翌日の12月27日、英文論文、アジアの民主的な安全保障ダイヤモンドを発表し、風前の灯火であったクアッド重要性を再び訴え始めたのです。今回の韓国外相の発言は、韓国が初めてオフィシャルの場でクアッドの参加を拒否した形になります。安全保障はアメリカ頼り、経済は中国頼りの中立国の立場を貫くようです。しかし、クアッドに韓国やベトナム、ニュージーランドを加えて、クアッドプラスにしようと提案したのはアメリカです。同盟国からのお誘いを結構ですと断るのですね。韓国はこれからもコウモリ外交を続けるようですが、いつまでフラフラできるのかは疑問です。シンガポールやドイツだって、経済は中国と強く結びついて、アメリカともうまくやっている国があると、あるコラムには書いてありました。しかし最近はあのドイツでさえ中国との距離を置こうと少しずつ方向転換し始めています。アメリカと中国を両天秤にかけられるほどの外交力があるのでしたら、どうぞそのままお進みください。ところでアメリカのポンペオ国務長官が10月上旬に東京で開かれるクアッド参加4カ国の外相会談のために来日されます。菅首相とも会う方向で調整されているようです。来日ついでかどうかはわかりませんが、ポンペオ氏は韓国も訪問します。カン・ギョンファ外交部長官とムン大統領に会うようですが、何が議題に上がるのでしょうね。
やはりクアッドに参加するようにとプレッシャーをかけられるのではないでしょうか。クアッドには安倍前首相の影が見え隠れして、どうしてもお隣の国の方たちには拒否反応が出てしまうようです。米中の間で上手に立ち回る姿を私たちは遠くから眺めています。自慢の外交手腕が発揮されることを期待しています。今回のニュース、海外ではどのように感じているのでしょうか。引き続きご覧ください。それでは韓国の反応をご紹介いたします。外相の頭は大丈夫なのかな。韓国は米中から中立した国になるべきです。だから外相の言ったことは正しいと思います。私たちには中立でいられる力はまだありません。米中どちらかと言われればアメリカに決まっています。南北関係がこじれているのはアメリカのせい。ムン大統領はポンペオ長官に会う必要はありません。どうせまた在韓米軍の費用をたかりに来るだけです。私たちは仮想敵国を間違えていませんか。もうムン政権を倒すしかありません。今中立の立場に立つのは自殺行為じゃないですか。共産国陣営に入りたくて仕方がない人が大統領だなんて。朝鮮半島の長い歴史の中で中国がいいことしてくれたことがありますか。せっかく中国と手を切るチャンスが来ているというのに、なぜ政府はフラフラしてるんだ。米中どちらも我が国を味方にしようと必死だね。もしかしたらムンはそれを楽しんでいるのかも。民主主義陣営側につくのが当たり前なのに、この政権はまだ中立とか言っているの。サード配備の時に俺たちは中国に痛い目に遭わされたけど、アメリカは何もしてくれなかったよね。今の政権は反米だから仕方ありません。韓国の国益をもっと考えて発言してください。もう我が国はアメリカの駒として使われるのはごめんです。米韓同盟を破棄しましょう。我が国は世界でもリーダー的存在です。中立の立場でいきましょう。日本国内の反応です。クアッドプラスに必要なのは台湾です。海上戦力に期待できない韓国は北朝鮮を相手にしてればいいでしょう。アメリカが重視するクアッドについて、韓国政府高官が否定的な考えを示すのは異例です。来月初めのポンペオ米国務長官の来韓を前に、このような発言を行ったのはなぜでしょうか。日本からすれば、約束を守らない国を積極的に引き入れるつもりは少ないと思います。韓国は中国の呪縛から逃れられません。身の程をわきまえぬ大国バランサー外交が完全に失敗したことをもう忘れてしまったのでしょうか。安倍前総理の影響であるクワッドだから嫌なの？韓国はあくまでも米韓同盟とジーソミアの枠組みにとどめ、必要以上にこちら側に取り込むべきではありません。ムン大統領はアメリカからも中国からも引っ張りだこで嬉しいかもしれません。でも実際は踏み絵を踏まされているのに、そのことに気がついていません。韓国はどうするんだろう。うまく立ち回ろうとすればするほど墓穴を掘るような気がするけど。中国包囲網という構想を持ち、実際に実現化していることは称賛に値します。安倍首相は日本の歴史に残る首相だと思います。対中政策は私たち日本人の子孫を幸せにするかしないかの喫緊で最大の課題です。菅政権の対応を注視しましょう。米国と中国といった二股外交はやめるべきです。いずれ破綻します。TPP もクアッドもお呼びでないです。韓国大統領府の主な関心事は北朝鮮との対話再開にあるそうです。クアッドに誘う必要性が感じられません。日本がどんな政権になろうとも条約や国家間合意を無効にする国、もう日本から手を差し伸べることはありません。トランプ大統領が安倍前総理が提唱した自由で開かれたインド太平洋戦略に乗ったのです。これはレガシーだと思います。
米中は手加減なしでどんどん韓国を追い詰めてください。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。半島国家は隣接する大陸国家と海洋国家の対立の場になるのが宿命です。共産主義国中国と対立するための拠点としてアメリカは簡単に韓国を切ることができません。それを分かっているのか、韓国はアメリカをあえて困らせようとしているのでしょうか。大した度胸です。しかも相手も人間、ある限界を超えたら切れますからご注意くださいね。クワッドを打ち出した安倍前首相の功績は素晴らしいのですが、周辺国をすべて範疇にさせてしまった中国共産党政権の戦狼外交、一番の功労者は習近平氏かもしれませんね。それでは今日はこれでお別れです。次回もお付き合いくださいね。さくらでした。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。